言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。朝起きたばっかりで仕事なので、ラジオ配信で失礼いたします。 BE:FIRST が出ました、人気歌謡、陰気歌謡ですね、こちらの方の東京のステージ、こちらの話がいろいろとニュースサイトでも話題になっておりまして、でトレンド入りもしております。セットリストとしてメインストリーム、マスタープラン、ブンブンバックの順番でやったということもありつつで、このイベントは結構ね、いろいろな人たちが出ますが、歌う曲自体は BE:FIRST だけではなく他のグループも含めて少ないものでありっていうことだったようです。で、このメインストリーム、マスタープラン、ブンブンバックに関してはあれでしたね、 80s のオープニングアクトで LA でやった時もこの3曲でしたね。まあそういうところもありつつで、モデルプレスをはじめとして、陰気歌謡に BE:FIRST が初出演ということがニュースになって話題でございますね。 80s のユンホが紹介をしてくれたというところも含めて会場を盛り上げたということのようです。で、K-POP ファンの皆さんにすごく好評だったというレポートが上がっています。まあ、当然ですがアウェイだったっていうところの部分は含めてではあるし、それから K-POP グループは掛け声といいますか、そういうのがあり、 BE:FIRST にはそれがないので、そのね、それをその雰囲気っていうところがまた違うっていうところはあったようですが、まあそれでも非常に盛り上がったという話で伺っております。本当に良かったなと思います。結構ね、やはり全然畑違いでもあるから心配していた部分もあったりなんかしたわけでございますが、でその中でマナト君の髪色が黒髪になっていたりとか、結構そういう感じでね、まあビジュを変化していて、ジュノン君なんかも、あとあれですね、こうちょうどね、今埼玉スーパーアリーナのロゴの前にいますが、結構このビジュアルいいですね。すごくこうストリート感もありつつで、ストリート感もありつつで、その K-POP のその感じっていうのにも寄せてるような感じもちょっとあったりしますね。りょうきくんがニットをかぶっていて髪色が見えないので、何かしら髪型とかがね、何か変化してる可能性もあったりするのかな。まあそれも含めて、ちなみにこのスタイリングだと私はこうレオくんのこの、インナーにね、ちょっとこう波の模様みたいな感じのやつを着ていて、上にジャケット羽織ってるのとかいいですね。あとあれか、レイカーズのバスケシャツを着て上から羽織ったりしてて、これはだから結構スタイリングとしてもストリート寄りで、なんていうか結構自分もこういう感じにしたいなっていうところがあったりしますし、この画像撮っといて参考にしてぐらいだね。まあそんな感じですね。いや、かっこいいですね。うん、結構だからこの感じのビジュアルなので、またファンとかの人にも受けたでしょうし、 K-POP ファンの人にも受けたんじゃないかな。あとまあ場合によりますけど、まあ 80s はがっしりしてるイメージがありますが、 K-POP の皆さんは細身でスマートな感じが多いので、体の筋肉とか体の大きい BE:FIRST の感じも珍しかったのかもしれないちょっと思ったりとか、まあちょっと分かりませんがね。まあでも K-POP アーティストでも筋肉がすごい人いっぱいいますからね。まあそれも含め、はい。で、レポートとして結構上がっているのが、当然そのベスティも言っていたんですが、なんだろうな、結構ね他のファンの方たちとかもいて、で BE:FIRST ペンの皆さんがたくさんいて、たくさんいいねくれたみたいな、そのあれですね、ツイッターの中で、私も BE:FIRST ペンになりたいみたいなこととか、それから他にもね、K-POP とかで、まあ、使うような感じで言ってくれてる人が、単コンとかね、うん、単独コンサートってことでね、
うん、まあ、K-POP だけじゃないかもしれないけど、BE:FIRST界隈では使わない感じの言葉で、すごく褒めてくれてる方がいて、しかも BE:FIRST ファンになりたいっていうね、そういう話だったりとか、BE:FIRST よかった、単行あったら行ってみたいとか、そういう話だったりとか、うん、で、初めて見れた BE:FIRST が一番記憶残ってる、もうマジすごかった、みたいな、それはあんだけ売れてるわみたいな感じで思ったみたいな、そういう感じですね。だから K-POP ファンの人たちはあまりこうね、名前は知っているけど BE:FIRST を見たことがなかったっていうところが多いと思うんですけど、そこを見れて、あれだけ売れてるのは当たり前だなって思ったみたいな、そういう言葉がたくさんあって、まあ私たちとしてはね、最初から私は最初から追ってたし、皆さんの中の何割かの人もね、結構な割合の人が最初から追ってたと思うんですが、こう必死にやってた彼らをね、ずっと見ていたわけですから、今だから BE:FIRST が売れているっていう風に解釈してくださっているのは、実は当たり前のことではないのでね、ありがたいですね。はい、あと掛け声がないからちょっと異質だったけど、会長のあちこちからおーとかわーみたいな感じの、そういうもう簡単の声が聞こえたっていうところで、そんな感じみたいです。あとその K-POP アーティストの皆さんにはキャーっていうね、そういう声援があったところを、 BE:FIRST はおーみたいな、そういう風な驚きと称賛の声っていうのが多く、だからまたあれなんじゃないですかね。色合いとして少しこう空気感が変わった感じのパフォーマンスになったから、イベントとしてその BE:FIRST が出たっていうところの意味合いは結構面白かったというか良かったんじゃないですかね。ね、だから、なんかね、あとその場所によって盛り上がってた場所もあり、周りがなかなかそうでもなかったって場所もあるっていうのは参加したベスティのあれですけど、その中で私もその K-POP 関連のフェス、出ているフェスとかライブに行ったことは何回かあるので、K-POP はまたね、その盛り上げるっていうその定型的なそれがあったりするので、そこの部分がないと初めて見たらやっぱり緊張はしますもんねっていうところはあったと思います。それは K-POP ファンの皆さんが言ってることなのでね、そこについてはやり方とか文化圏が違うのでそれでいいと思います。で、まあそれの中の一つで、多分その方が参加したベスティだと思いますが、参加した中で一番アウェイに感じて声出さないとって緊張をしていたんだけど、メインストリームとマスタープランのダンスブレイクのところでもうざわめいていた、どよって湧いてくれたっていう、そういうところもあったようです。そう、なんかつまりあれなんですよね、 K-POP がダンスがやはりすごいっていうか、歌とねラップとかもそうだけど、ダンスを見せるっていう感じのところがでかいところなので、だからダンスに見慣れてるファン層なんですよね。だからそのメインストリームやマスタープランのダンスのやばさっていうのは、もしかしたら J-POP ファンよりも K-POP ファンは見て凄さが分かる可能性が高いっていうことでもあり、それについては80s もやはり K-POP グループだから、 LA で BE:FIRST がオープニングアクトさせてもらった時も、そう、なんか体感的な感じで言うと、ブンブンバックがすごかったって話もありつつ、でもあれは3曲目でしたっけ、結構こう出来上がってる段階でだったり、メインストリームはやはりかなり盛り上がっていたって、かなりも形も聞いてます言葉が。だからダンスの凄さっていうのをやはり分かってくれるっていうところは非常にありがたいなっていうところだったりしましたね。あとは他にもそのメインストリーム始まった時にこの曲知ってるみたいな声が聞こえたりとかって話があったと。これについては私がその日本ですけど、まあ日本ですかね、演技会も日本でやったんだ今回はね、ロックインジャパンの2022年の時にバイグッバイが流れて、近くにいた男性がこの曲知ってるっていう風に言ったのがあって、そういう感じですね。フェスと言いますか、
まあ、フェスといいますか、インキガヨに関しては合同コンっていう感じで K-POP のファンは言ってるようですね。まあ、合同コンサートっていうことで、まあ、その合同コンっていう言葉を使っていた K-POP ファンの方で、普段はあまり見ない聞かないグループの良さに気づきで世界が広がることが合同コンの醍醐味っていう風に言ってて、で BE:FIRST のノリとラップが最高すぎたし、アジツ 80s の Days は普通に良すぎてうるっときたみたいな感じでした。 BE:FIRST のノリとラップね、BE:FIRST のガンガン盛り上げていく感じは、私もね、特にフェスとかでの BE:FIRST のあの感じは見ていますから、これは非常に嬉しいですね。で他にもね、BE:FIRST のかっこよかったっていうところとか、そういうのもありつつだし、うん、でとにかく周りの人もノリノリだったって話とかあったし、で VTR 紹介って書いてあるから、だから BE:FIRST のその紹介とかもしていたようで、レオっていうね声援がいっぱいあったという話で、つまりだからあれなんでしょうね、ラビットを見ているっていう人たちは結構いるんだなっていうね、虎に翼のもあったんですかね。でもなんとなくその分かりませんが、朝ドラを見る層と K-POP を聞く層っていうのは少しまた違うような気がするから、どっちかというと涼希くんよりレオくんの方が、まあ、そういう感じだったんでしょうか。あとまあジュノンくんがヤンバースかっこよかったみたいな感じのもありますね。まあジュノンくんのあのスタイルは、彼はまあ K-POP ファンにはね、まあモテるでしょうね。うん、竜兵くんもそうですけど、うん、ジュノンくん、シュントくん、竜兵くんなんかはその K-POP 好きな人たちにも顔の顔つきとして人気出やすそうだなっていうのを常々思ったりはしておりました。はいですね。あと自分の周りがほぼ NCT のファンが9割で、 80s のファンもちょっといるぐらいで超アウェイだったけどみたいな、でも周りみんな盛り上がってたみたいなとことかね。でもまあそうですね、 NCT127 ゆうたくんがね、りょうきくんと仲良しで、で BE:FIRST メンバーも一通りね知ってたりするしね。それから NCT でも他にもあれですよね、BE:FIRST ファンで BE:FIRST のこと気に入ってくれてるメンバーがいたり、あと 80s もねいるから、まあなんかその辺もあるし関係性もあるんで、まあファンもね、特に私たちもそうですけど、ダンス&ボーカルやアイドルのファンは情報とかをね結構仕入れていくところも多いし、自分の推しと仲良くしてくれる人たちに対しては好感度高いっていう共通のそういうのありますからね。だからそういう感じで結構受け入れてくれていた部分があったみたいなところは多かったようで、ありがたいですね。でBE:FIRST がダンスの中での静と動のバランスが、静の時のディテールがすごかったっていう、数秒の静けさがピタッと合ってるのがなんか異質な雰囲気があってよかったよっていうことで、多分だからそのなんでしょうね、こう 静かなところでピタッと合うっていうのは、まあメインストリームかマスタープラン、あるいは両方でしょうね。結構間をがっつり取るっていうところもあるし、あと特にね、ドクター・酒井さんの楽曲としてメインストリームなんか特に音を結構抜いているところが多いから、そこが結構その K-POP の感じとは違うところとかもあったのかもしれない。まあああいう楽曲もあるのかもしれないし、なんかまあそういうのもあるとは思うんですけど、ただ動かないところを質感で見せられるっていうのは、まあ颯太くん中心として BE:FIRST のダンスの特徴な気もしているので、まあ、そこは本当にダンスが好きな K-POP ファンとしては、そこの部分の凄さっていうのとか異質感っていうのは分かったんでしょうね。はいという感じとですね、あとなんか出演者がステージ上歩いて観客に挨拶するときに、颯太くんが音楽に音ハメして踊ってて、歩きながら踊ってる人は今までの K-POP フェスで見たことがなかったみたいな話とか、まあやっぱダンスの話になってくると、颯太くんのダンスが結構ガンガン来ていて、あとはやっぱりビジュアルで言うとジュノンくんの話が来てて、マンションと来てますねまあそんなところもあります。まあ私がその見たそういうところではあるけどね、
あのレポートで、でワナト君はじめとしてその黒髪になってて新衣装みたいなところでね、まあ今ちょっと載せてると思いますけども、うん、でアウェイだろうなと思ったけどみんな立ち上がってくれて盛り上がってくれたってところとかね、うん、まあそれもあります。でそれからあの BE:FIRST はあのつまりこれが一番なかなか面白くて、 BE:FIRST この人でも K-POP のファンの方のようでね、 BE:FIRST はオタクとかではないけどとても興味を持ってる私みたいな層の他の瀬戸利を組んでて完全に取りに来てるなって思ったみたいな、メインストリームで感性超えてどよめき起きてたっていうのすごすぎてみたいな、メインストリームやっぱあのすごかったっていうのはすごくわかるみたいというか、そこが嬉しいことですね。ちょっとまたメインストリームとかも聞きたくなりましたね。最近ギルティとブリスフル多めに聞いてますが、まあメインストリームはやっぱりこう海外向けっていうところ、まああの今回延期会は日本ですが、K-POP ファンですから、海外のね、K-POP アーティストがいっぱいいるところでのやつで、やっぱりあの、これでそのメインストリームが、あの、欧米人にも受けるし、で、まあ今回日本人多いとかあったと思うけど、K-POP 好きにも受けるっていうところはよくわかりましたね。まあ、なんか考えてみると結構あの、K-POP のあのアーティストのトップの人たち、まあ、80s だったり NCT の人たちだったりとかがメインストリームのあのソータ君のあのブルルルのところをやったり真似したりしてくれてるんで、やっぱりそういうことなのかもしれませんね。はい、というわけでまあレポートを漁ってる感じになりましたが、 BE:FIRST が K-POP ファンにすごい見つかっててすごいっていうところでございまして、まあね、あの良かったなと思います。はい、というわけで仕事前で元気が出ました。あの声はちょっとまだ寝てますが、そんな感じです。ではこの辺で失礼します。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部グランパンパースでした。はい、ここまで見ていただきまして、あるいは聞いていただきましてありがとうございます。皆様のおかげをもちまして登録者数様が2万3000人を超えました。本当にありがとうございます。引き続き3万人を目指して頑張っていこうと思っております。もしまだ登録していらっしゃらない方がいらっしゃいましたら、よろしければ登録をお願いしたいと思います。YouTube 登録は無料でございますので、大丈夫ですし、仮に登録を解除したとしても、皆さんに通知とかは行きませんし、私にもお知らせは来ませんので大丈夫です。はい、一度、解除された方で、また登録してやろうかなって思ったら、もしよかったら、また登録もお願いできればと思っています。はい、励みになりますので。はい、そしてもう登録してくださっている方はありがとうございます。引き続き精進してまいります。それでは失礼します。